J リーグスタジアムを黒字にする方法を考える。条件、試合は週1、ホーム開催は2週間に1回なので稼働は基本月2日、天然芝が荒れるので貸し出し不可。今現在全スタジアムが赤字。浦和は黒じゃなかったんか。埼玉スタジアムも赤字やで、浦和レッズの人気があろうと月2回の試合開催だけで黒字にするのは不可能や、天然芝の保養の問題で他のイベントやるのも無理やし。そもそも浦和レッズは100億円超えいっても利益だとたった3億円やからな。103億円稼ぐのに100億円使うビジネスや。埼玉スタジアムは毎年20億円近く、スタジアム施設修繕で埼玉県が税金使ってる。公共施設だから黒字にする必要なくね。人工芝にして貸し出す。天然芝維持しとる限り、試合数増やすのもラグビーとかと共用するのも無理やし積んどる。芝のコンディションでごちゃごちゃ言いすぎなんよ。海外リーグ見てもそこそこ荒れてることあるし、週2ぐらいで常時稼働させとけと。自治体からお金をもっと引っ張る。てか実際サッカーって人工芝じゃできんの？ハマスタで学生サッカーやってたらしいからいけるやろ。人工芝でガンガン貸し出すからお金くれって自治体にねだるしかねえな。ショッピングモールの屋上に作る。公共施設なのに住民が使えなくて稼働率下がるのは本末転倒よな。芝が痛むからな。全スタジアムが赤字ってそれ規定が間違ってるやん。なんで放置してるん？J リーグ組織自体が赤字じゃないからな。スタジアム所有している地方自治体が施設の修繕費をぶち込んで維持管理費も出して使用料は激安で、しかも減免措置までするんや。そりゃ野村チェアマンも地方を回ってスタジアム建設しろ言いまくるよな。 J リーグの金じゃないから。毎日試合する、土日祝はダブルヘッダーもあり、チームの保有選手を増やす、人工芝のドーム球場、チームを地域名から企業名へ。逆に海外リーグはどうやって収益上げとるんや。欧州でも普通に赤字だろう。なら黒字にしようがないじゃん。チケット代が高い、放映権料。野球も陸上も全部赤字じゃね。プロが使っているスタジアムなら、野球は大半が黒字だよ。プロ野球はむしろ球団がスタジアムを管理して、投資しまくれば客が来て飲食グッズと金を落としまくるからな。地方自治体に管理させると札幌ドームみたいな、奴隷契約させられて大損するんや。広告もテレビやパリーグ TV とかで映りまくるから、J リーグよりも広告高くても掲載したがる会社多いし。チームの人数を倍にしてローテーション、週に4回試合をすればよい。最初からスタジアムにしなければいい。試合する芝生近くにパイプ椅子の席、屋根は学校用テント、トイレは仮設トイレ、毎度ライセンスで問題になる座席数、屋根トイレはこれで解決で安上がりだ。毎日客入れて、何でもいいから面白いことやれ。サポーターが金出して、サポートすればいいじゃん。結局はこれなんだよ、サッカーファンが支えればいい。アイドルの握手会会場として貸せよ。プロ野球や B リーグは高い席から売れていく、J リーグは安い席から売れていく。人工芝を OK にする、屋根必須をやめる。これだけで格段に安上がりになるし、公共性も上がるよな。どこかの席に、毎試合100万円隠す。芝生に広告を入れる。芝部分を可動式にして、外で養生して普段はプロ野球に使ってもらう。天才案絶対いけるわ。どっかでやってたところあったな。なんならプロ野球選手に、サッカーしてもらった方が稼げるんちゃう？オフシーズンにファン感謝祭的なノリで、ぶっちゃけ野球側に得ないけど。J リーグはもうダメだ。他のリーグ作るくらいの熱意ないと、日本のサッカーはおしまいです。